こんにちは。今回の本はこちらです。問題解決のための瞑想法。こちらはですね、元ソニーの CD や IVE を開発した天下四郎さんという方が書いた本になるんですが、非常に興味深い本になっております。で、内容なんですが、人間は無意識の中に5匹のモンスターを飼っているというような内容が載っておりまして、その5匹がですね、それぞれ性欲、バーストラウマ、死の恐怖、シャドウ、そして一般的なトラウマというふうになっております。で、この中ではそれぞれについても詳しく説明されているんですが、その自分では基本的に気づかないこの5匹のモンスター、それぞれにこう光を当てることによってモンスターが小さくなります。で、問題が解決されていくのではないかというような内容でして、でその方法は光を当てる方法として瞑想が最適だというような内容になっております。で、その瞑想の種類も何種類か紹介されております。情動の瞑想、感謝の瞑想、親殺しの瞑想、フォーカシング瞑想、楽しい体験の瞑想、辛い体験の瞑想、これらを使い分けることによってそれぞれの問題が解決されていくというような、というような内容になっております。で、 CD などもついておりまして、非常に実践しやすい内容だと思いますので、ぜひ体験してみたらいかがでしょうか。ありがとうございます。